次はオーストリア・ウィーンから音楽の都として知られていますがこちら、ユネスコの世界遺産に登録されているシェーンブルン宮殿をはじめハプスブルク家の映画のもとで花開いた豊かな文化、芸術が今も多く残されていますそのウィーンを代表する観光スポットの照明を日本人がデザインすることになり注目を集めています。 伝統や芸術が今も息づくウィーン華やかな暮らしを彩るのに欠かせないのがこうしたシャンデリアです中世に生まれ豪華さを競う王公貴族の富と権力の象徴でしたウィーンでは19世紀頃から材料に手頃な真鍮やガラスが使われ始め 市民の間にも広がりました。もともとろうそくだった明かりを電球にしたのもウィーンが発祥で市民の生活に深く根付いています。シャンデリアはウィーンの歴史の証のようなものです。ここは創業200年の宝石店。 ヨーロッパ各地の王室も利用する老舗ですこの店の顔となるシャンデリアを日本人のデザイナーが手掛けましたウィーンの誰もが彼女を知っています街中に作品がありますから伊藤恵さんウィーンで最も注目されている照明デザイナーです モダンにしたいと思ってて、そのろうみたいなのも全部取って。で、全部これ L. E. D. をぐるっと。使ったんですね。伊藤さんはシャンデリアにこれまで一般的でなかった L. E. D. を使いました。L. E. D. の白く強い光が宝石を最も美しく輝かせると考えたからです。一方で。 宝石を身につける人の肌があでやかに見えるようにと、周りには黄色い明かりを設置。色合いの調和を図りました。白い光と黄色い光、柔らかい光をミックスしてるんですね。顔もきれいに見えるし、それから宝石もきれいに見えるし、両方活かせる。 大切なのはシャンデリアそのものの美しさではなく放たれる光が生み出す空間の美しさ <laughs> シャンデリアはあくまで脇役だという伊藤さんの考え方が多くの人に受け入れられています人々はみな何かが変わったねと言いますが何が変わったかは気づかないんです 主張しすぎないそれこそが彼女の素晴らしさなのです伊藤さんのシャンデリアは従来の発想にこだわりませんこちらはレストランのバーカウンターの真上に設置した幅6メートルのシャンデリア天井近くにある丸いシャンデリアという伝統的な形ではありません 以前のランプでは、光の当たり具合がバラバラだったといいますが、横長にクリスタルを並べたことで、バーのどこに座っても、客の顔が柔らかく照らされるよう工夫しました。照らされている感じはなく、温かみがあって、心地いいです。 こう、あまり光が当たらず、それでも綺麗に見せるっていう。で、こう、影にもならないような高さにして。バーに座ると、女性が綺麗に見えると、一番人気の席になりました。私が求めていたことを実現してくれました。満足という言葉では足りないぐらい嬉しいです。<laughs> デザイナーを志し、ウィーンに渡って20年余り。光で空間を美しく見せる作品は評判を呼び、新作を発表するたびに地元メディアに取り上げられるほど有名になりました。そして今、人生最大の仕事に取り組んでいます。 依頼主はウィーンで最高峰の五つ星ホテル、ホテルザッハケーキのザッハトルテを生んだことで知られ、そのカフェはウィーンを訪れる観光客にとって欠かすことのできない場所とも言われています。今年、カフェの全面改装に合わせて、店内すべての照明デザインが伊藤さんに任されました。 2階ののこでら下げられる5メートルすこれが完成予想図です手がけるのは高さ伝統的なデザインを随所に取り入れながら新しい時代の到来を感じさせる作品を目指しています。 ザッハの伝統とは何なのか2017年のザッハはどうあるべきなのか彼女が切り開いてくれるでしょういい素材をもらってどうに活かして次の世代まで残せるか。 ね十年で、飽きるものではなくて、もう一生残るものを作りたい。中世の文化が今も息づく、ウィーンの街。伊藤さんの明かりが、また一つ、街の魅力を灯します。うん、うんシャンデリアの世界、奥が深そうですね。すねまあ伊藤さんがおっしゃるには。はい あくまでもシャンデリアは脇役とお考えのようですけれども、主役としてじっくり見ると楽しいかもしれませんね。しかもその、うん、いわば本場ともいえるウィーンでこれだけ活躍している日本人がいるというのも誇らしいですよね,、うん、すね伊藤さんが照明を手がけているカフェですが、お披露目されるのは11月だとということです、はい、ウィーンを訪れたら、ザッハトルッテを食べながら、うんはい、ウィーンの、ね、カフェの照明にも目を向けてほしいですね。うん、次です